こんにちは、木戸大成です、今回フィガロジャポン4月号に、出させていただきました、もうこの服もそうなんですけど、普段着れないようないろんなブランドさんの服を着て、あの寒い中写真をいろいろ撮ってもらったので、ぜひご覧ください。そしてなんとですね、本当偶然にもこのフィガロジャポン4月号の表紙がネットフリックスファーストラブ初恋で八重を演じてくれた八木莉可子ちゃんということで、これもなんか運命を感じます。その辺もお楽しみに。じゃあねー。